ストレッチ収縮種目は高重量かレップ数ん？ストレッチ収縮種目は高重量かレップ数可動域など何を大切にしますか。まずトレーニング全体において可動域はもうフル稼働でできるようにした方がいいと思います。で、まあ、その中で種目によってはストレッチをしっかりかける種目と、まあ、収縮で一瞬止める種目とか、背中だとワンハンドローとかで収縮かけるとか、逆にラットプルダウンとかは、まあ、結構力出すとか、逆に、まあ、自分だったらハーフデッドリフト結構ストレッチもすごいかけるんですけど、ストレッチグワーッと伸びる感覚もしっかり大事にしたりっていうことで、自分は結構パワー種目もストレッチ種目も収縮種目も可動域に関してはフル稼働で全部行うようにやってます。はい、フル稼働域でやってください。次いきます。はい、彼女と筋肉両立どう両立すればいいですか。彼女は筋トレしてるかしてないかとか、理解者が理解者じゃないかによっても変わるんですけど、まあ、彼女も競技者とか理解者とかだったら理解してくれると思うんで、まあ、自分お願いして、まあ、自分の自分の時間も作らせてもらってたりしたらいいと思うんですけど、理解者じゃない場合ね、やめた方がいいです。別れた方がいいと思います。この競技とかこの趣味程度ならまだいいけど、大会で出すとある程度理解者じゃないと減量の時にやっぱ彼女側も不満持つと思うし、やっていけないと思うので、まあそこはまずは彼女選びの方からちょっと慎重にやってもらってって感じです。はい、次。トレーニングやりたくない時はありますか。ある場合はどうしてますか。これね、自分はトレーニングはやりたくない時の方がほとんどです。前も言ったんですけど、トレーニングってやっぱ一応この競技って趣味でやってるわけなんですけど、趣味ではないような感じ、競技としてやってるん でその中でもトレーニングって僕らって結構毎回過負荷、前回よりも過負荷、1レップでも1キロでも多く選手よりやるっていうのを目標でやってるんですけど、例えばベンチプレス、例えば先週100キロ8回できました、じゃあ今週は101キロで8回やるか、100キロで同じ重量で9回やるかっていう目標ができるわけなんですよ。でもその目標に対しての緊張感とか恐怖とかで前日の夜から寝れないことも多々あるんで、そういうとやっぱやりたくないことはないけど、緊張で寝れないとか不安な気持ちでストレスが軽く溜まってしまったりするんで、まあ、正直、まあ、やりたくない方に入るのかな。けどまあやりたくないやりたいでトレーニングは行ってるんじゃないんで、もうやるしかないんで、日常生活の一部としてその緊張とか不安の中やってるような感じ、説明できてますかね。次いきます。はい、1週間のトレーニングルーティーンはっていう質問で、まず月曜日が足、火曜日が胸、水曜日が背中、木曜日がオフ、金曜日が肩、土曜日が腕、日曜日がオフっていうような感じで今はルーティンを組んでます。週5回トレーニングの週2回オフで、まあ1部位週1回っていう感じでやってます。次いきます。杉中さんの首につけてるネックレスはどこの商品使ってるか知りたいです。これわかるかな、セブっていうメーカー、読み方合ってるのかな、セブっていうメーカーでつけてます。結構高いですね、これも3万から4万したかな。これ3つ目ぐらい4つ目ぐらいかな。前が黄色一色のやつ、その次が3本の黄色と黒のやつで、黒で黒赤っていう感じ、今これ4代目ぐらいのやつなんですけど、セブっていうメーカーをつけてます。パワーリフティングとボディービル両立させたいのですが、アドバイスお願いします。自分もパワーとボディービルやってた頃あったんですよ、同時に。だけどやっぱりどっちかに集中した方が、まあ、5割5割で
やるんじゃなくて、まあ、自分の好きな方でいいと思うんで選択して選んだ方がいいと思います。まあ、自分は一応やってた頃はパワーリフティング、まあ、ベンチプレス大会全日本ジュニアで2位になったんですよ。と同時に、まあ、ボディービルも県大会を優勝とかしてたんですけど、やっぱりなんか自分的に好きな方はボディービルだったんで、パワーリフティングでその全日本ジュニア2位とかなった時にあんまり喜びを得れなかったっていうのもあって、自分はパワーリフティングの方はやめてボディービルだけの方に転向していったって形で、トレーニングも結構やり方が違うんで怪我とかにもつながるかもしれないんで、どっちかに絞った方が自分はいいかなと思います。次いきます。足をでかくするのに一番大切なことは何ですか？これは一言で言うと メンタルですね。まあ、足に関しては本当にいくらなんだろうフォーム良くても出し切れねってなかったらでかくなれないし、逆にいくら限界まで追い込めててもフォーム崩して追い込んでたら怪我につながってでトレーニングできない期間ができますし、なんで足に関しては本当に大事なのは、まあ、フォーム、まあ、トレーニングテクニック出し切る、まあ、メンタル的なとこふっくるめてでかくなると思うんで、足に関しては本当に、まあ、一番は精神力かつテクニックですね。ちょっと難しいと思いますけど、次いきます。内転筋を狙ったトレーニング種目入れてますかっていう種目で、質問で、内転筋だけを狙ったトレーニング種目はやってなくて、インナーサイとかアウターサイはもうやってなくて、今もう足の日に、まあ、結構その最近足のメニューガラッと変えたんですけど、スクワットを結構今前半に持ってきてるんですよ。でフォームも結構変えて結構足全体的に効かす感じにやって、それでまあ内転筋狙ってる感じなんで、バーベルスクワットで自分は内転筋も狙っている感じです。